クイズノスのサンドイッチ。グリルされたパンが特徴。ザ・ファーストクイズノスサブスレストラン。カントリーズ・ウィズ・カレント・クイズノス・オペレーションズ。クイズノスサブは、アメリカが衆国発祥のファストカジュアル形式のサンドイッチチェーン。創業は1981年。本社はコロラド州、デンバー。プエルトリコ・トグアムを含むアメリカが衆国のみで、店舗数は5000を数え。 他にもカナダ、イギリス、アイルランド、アイスランド、アルバ、ケーマン諸島、コロンビア、トルコ、パナマ、オーストラリア、ニュージーランドに出展している。日本では1998年に初出展し、2005年に一旦撤退。2006年9月から再び展開したが、2009年3月29日をもって再度撤退した。パンをオーブンで こんがりとグリルしてから具を挟むのが特徴で、唐辛子のピクルス数種を置いたペッパーバーと共に同社のセールスポイントとなっている。2014年3月14日にデラウェア州連邦倒産裁判所へ連邦倒産法第11章を申請。宣伝には奇妙なネズミの風貌をしたキャラクターを使っていた。日本では1998年9月に 株式会社クイズノスジャパンを設立し、翌九百九十九年一月二十八日に、東京、有楽町に一号店を、同年十一月十日に二号店となる、新大手町ビル店をオープンした。その後、有楽町、大手町、渋谷、お台場、立川、新横浜、新小安、北、越谷、千葉に展開していたが、二千五年七月三十一日に、 有楽町店の閉店をもって撤退した。知名度の点で、ライバルのサブウェイに最後まで大きく、差を開けられたままであった。その後、株式会社ヒガインダストリーズが、米国クイズノスサブ社とのフランチャイズ契約により、2006年9月9日に、東京、銀座で1号店を、2007年4月21日に、横浜、港北ニュータウン店をオープンした。しかし、 その後、2009年3月29日に、クイズノスサブ、銀座マロニェ通り店の閉店をもって、再び、日本から撤退した。ありがとうございます。